はい、皆さんこんばんは、新田です。2を始めていきたいと思います。この関ヶ原編もね、まあ、もう終わりまして、全てのミッションがですね、次の地方に行くのかな、次はどこなんだろう、ちょっとわかんないですけども、進みます。ちょっと読みますか。日の本を東西に分けた関ヶ原の戦い。小早川秀秋の寝返りを境に、形勢は徳川勢に一気に傾き、勝敗が決した。これ全部ウィリアムですよね、このゲームの中だと。小早川さんを寝返らせたきっかけとなったのはウィリアムのね、あの大砲だし。で、その後小早川勢が攻めあぐねていた人を倒したのもウィリアムだし。うんうん。有能ですね。その後訪れた大間ヶ時の混乱も去った今。前回のボスのことですね。何事もなかったかのように戦後の論功交渉が始まる。なるほど、論功交渉始まるんですか。見てみましょう。大谷義継が家臣、湯浅五助。おお、やってるやってる。大義であった。はこれ、なんで弓を引こうとしてるの、どうした。小早川秀明さんですね。小早川秀明でございまする。逃げた三成めは沢山の城へと落ち延びる算段でありましょう。こいつの小物感がすごいな。三成首はぜひ私めにお任せを。お前じゃ無理だろうが。霧に苦しめられましたが、東軍へと長谷参事、獅子奮陣の活躍。好きにいたせ。めんどくさがってる、うん。小早川殿だけでは難儀であろう。あ、わしも手はずを整えたらすぐに後を追いまする。全く同じ格好してるからウィリアムかと思った。この装備強いんですよね。はい、じゃあ三成を追うことになったんですかね。直政殿と小早川殿は逃れる石田勢を追って沢山の城へと軍を進めた。はいはいはい。じゃがわしらの探るところ、三成殿はケリーメと共に伊吹山へと落ちたようだ。あれ、違うところ攻めてるのか。ウィリアム、お主は天海殿と共に伊吹山へ向かえ。天海と一緒に。大軍の将とはいえ、三成殿は油断ならぬ男。気を引き締めて参るのだ。おい、天海死ぬかな、大丈夫かな。まあ、こいつ死んでも福ちゃんいるから、多分ね、天海さん死んじゃうと思うんだけどな。どうだろう。はい、それではこの汚れし霊峰、こちらか。まあ、その前にこのサブミッションあるのでちょっとやってきますね。はい、この 2.1 流の祖、これをクリアしてきました。ここなんですけども、まあ、この名前からもね、ミッションのタイトル名からもわかるように、宮本武蔵が出てきましたね。今後また戦うことあるんでしょうかね、ちょっとわからないですけども。ではこのメインミッションね、始めていきましょう。天海さん、伊吹山は霊源新たかな修験の場として栄えし、霊山、霊山、まあ、いや山、霊石の石もあり、ケリーメが狙っていてもおかしくはござらん。また伊吹山には関ヶ原から落ち延びた石田勢の武者たちも逃げ込んでおると聞き申した。三成殿も伊吹山に落ち延びておるやもしれませぬ。うん、なるほど、残党狩りですね。はい、舞台の説明になります。伊吹山、ヤマトタケルの傷を癒した霊水の伝説にもあるように、神話の御代より栄えた霊山には、かつて多数の社があった。しかし長く続いた戦によってその多くが朽ち果てている。今や修験に入るものはなく、山は汚れ、あやかしの巣窟となり果てている。なるほど。はい、それではこの山にね、残党狩りに行きたいと思います。まあ、ボスのあたりはね、進んでいきますので、またお待ちください。はい、ボスの直前のね、チェックポイントまで来ました。もうかなり疲れた。もう今回のボスはもうやだ、やりたくない。もう本人じゃやりたくないんですけども、もう初見で倒したムービーがあるかどうかも覚えてないですね。
で装備なんですけど、まあゼロで、今回鬼丸国綱さんね、これかっこいい一刀のね、一刀っていうか日本刀を手に入れたので、これでやっていこうと思います。それではちょっとボスのところまで行きましょうか。はい、ボスのところまで来ました。今回ね、もうダメ、難しすぎる。ここで撃たれるわけにはいかぬ。お前強すぎんだよ。なんだ。三成さんです、この人。トイコ秀吉様を復活させる。何言ってんだマジで。忠義による清廉の世の礎を。はい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 、分かった分かった。あらあらあら。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。ケリーさん悪どいな。生身の志田さんは強かったんだろうか。鬼はね、もう強すぎてもう訳が分かんなかったんですけど、やはりとか乱世の覇王、乱世の覇王って秀吉のことかなのか。もうこれね、尻尾が弱点っぽいんですけどね、最初の、これガシャガシャ打ってくるんですけど、たまに当たっちゃうんですよね、これ。あ、くそ。決して顔言わしません。はい、大丈夫で、はい、あいけそうだったのに。はい、3回、あれ。はい、これ5回目かな。あと少しってところまで行くときはあるんですけどね。よし、いっぱいやって。あぶねえ、あぶねえ。このもう怖いよこの人。はい、よし、スタミナ切れてますね。冗談で、ああ離れて離れて。いやでもね、離な、このな、逃げ気で逃げ気目がかわせないんだよな。はい、結構ね、月がねホーミングするんですよねこの人。そろそろわけのわからん攻撃をしてくる。よし、よし、来た、いけ。終わった。やっと、やっと、まあ5回目だけど、思ったより早く終わりましたね。ちょっともう、まあ、今まで30回ぐらいやってるわけなんですけども、終わった。精霊なるギロよよろい、なんだこりゃ。もう疲れたな。ノーダメージってわけにはいきませんでしたね。練習中はね、ノーダメージいける時もあったんですけども、まあ当然撮影はしておらずと。クソ、よし、クリアしよう。はい、もう早く先のストーリー見たいんですよ。はぁ、やっとクリアできた。いつなりここで退場かな。おお、いや手伝ってよ天海さん。あなた毎回そうじゃない、みんな。あれ、なんか生きてそうな雰囲気。あれ、伊吹山の霊水、これで三成殿も。いや、こんな罪深いやつ生き返らせてどうするんだ。どうせ後でクビになるわけですからね。天海お前死なないか、大丈夫か、大丈夫か。裸のウィリアム。お、この守護霊、そういえば何だったんだろう。この守護霊もね、また強かったな。出が早すぎるんですよね。三杯の茶を教師、三杯の茶を教師、13の時から使えた秀吉さん。あ、そういう関係なんだ、秀吉と三成って。私は天下人へと変わりゆく太后様についていくだけであった。うん、なるほどね。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢。
信長と秀吉はこの作品出てくるんだろうか。今家康しか出てこないですけどね。その夢を汚す家康目を撃てぬとは私が誤っておるのか。うん、君はマジで強かった。なんか地味なんですけど強いんですよね。なぜ殺さぬ。久しいの三成殿。え、知り合い？どうした？秀吉じゃないよね、君。誰？あなたは明智光秀殿。え？何故？どういうこと？そなたの忠義誠にあっぱれ。明智さん？人の世には忠義より重きものがあります。明智さんあれだよね。もう本当は亡くなってるはずだよね。イケメンだな。イケメンじじいだな。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため信長様を討ち主君殺しの汚名をかぶったというか。ははははされば私も大義に裁かれよう。ちょっともう何言ってるか分かんないな。なんだこいつら。私が死した信長様を新たまとして蘇らせ。ははははは。再び対乱の渦を起こそうとしております。キリア信長を蘇らせようとしていると。安人殿。家康殿が大義。この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。じゃあ天海さん、もう一回信長撃ってくれよ。俺じゃなくて。どうせ強えだろ。裸。力強いな、歩き方が。イズナって読むのかな？飯にツナって書いて。はい。ようやくこのミッション終わりました。今までで一番難しかったです。主君が、なんだ、何したって読むんだ。なんとかした大罪を犯しながら、節操がなお生きながらえておるは、太平の世のため。安仁殿、戦乱の世がこれ以上続かぬよう、かの者を止めてくだされ。お頼み申す。なるほどね。明智光秀さんね。はあ、もう大変でしたな。もう。はいはい、次は何でしょうね。沢山って読むのかな。次これになるかな。はい、今回はね、ここまでということで、ちょっと疲れましたね、今回は。はい。次はこの沢山の侍っていうところになりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。